型紙と画用紙を重ねて作るコウモリとお化けの作り方です。型紙は図工人さんのホームページからダウンロードしてください。まずコウモリを作ります。コウモリの型紙を大まかに切り取りましょう。黒い画用紙 2,3 枚と切り取った型紙を重ね、ホッチキスで留めます。1匹ずつに切り離してから周りを切っていきます。切っている途中でバラバラにならないようにホッチキスで留めていないところから切っていきます。最後にホッチキスで留めたところを切り離して形が出来上がりました。顔の部分は黄色い色紙と重ねて同じように切っていきます。とても細かくて小さいので切りにくいですが、慎重に切っていきましょう。口ができました。置いてみます。次は目です。もっと小さいです。紙をくるっと回しながら切ってください。目には向きがありますので気をつけておきましょう。位置が決まれば糊で貼り付けてコウモリの出来上がりです。お化けは白い画用紙と重ねて同じように作っていきます。顔は黒の色鉛筆か水性ボールペンで描きましょう。まずは型紙を見ながら真似をして描きます。目や口の中は真っ黒になるように塗っておきましょう。体の向きや表情を変えて描いてみましょう。目をつり上げてギザギザの歯を描いてみました。いろいろなお化けがいると面白いですね。コウモリとお化けをお城やかぼちゃと組み合わせてハロウィンの壁面飾りを作りましょう。